今回はこの間1泊2日で訪れた長野県の周遊旅行の様子を3本の動画に分けて皆さんに紹介しており、この動画が最後東京まで帰るまでの3本目となっています。簡単にあらすじだけほんのわずかですが紹介します。長野駅から特急スノーモンキーという名前の列車に乗って湯田中温泉に向かいました。日本猿という意味の列車ですが、これはこの先の湯田中温泉からまた少し進んだところに日本猿が温泉に入る名所、地獄谷野猿公園という場所があるからです。沿線にはたくさんリンゴの木が並んでいて、長野電鉄の素晴らしい景色を見ています。このリンゴの木がまた日本猿とも大きく関係があります。泊まった湯田中温泉の清風荘さんでも夕飯にリンゴがたくさん出てきたし、それから昨年の台風で多く数を落としてしまったけれども少しばかりのリンゴが浮かべてあるリンゴ風呂に入ることができました。お刺身もうまい。昔の長野県ではね、刺身なんか食べれなかったと思いますよ。冷蔵庫とかなかったような時代には。海が遠いですから、こんなホタテまで来て立派な時代になったもんです、この湯田中なんか海の魚が取れないどころか海の向こうから観光客がいっぱい来るんだから本当に大したもんですよ。明日行く露天風呂、間違えた、露天風呂が入る日本猿じゃん、路線バスじゃなくて、路線バスじゃ、なんだっけ忘れちゃった路線バスじゃなくて、日本猿ね、日本猿が入る路線バスじゃなくて日本猿が入る露天風呂が湯田中の近くにあるんですよ。はい。お腹いっぱいご飯を食べて温泉に入り、この日はゆっくり眠りました。そして翌朝も寝坊する予定になりました。朝ごはんは8時半からでお願いします。実際8時半、それよりもまたさらに少し過ぎましたけれど8時35分頃から朝ごはんをいただいて、またチェックアウトの時間ギリギリまでのんびりしました。10時にチェックアウト、しかしまだこの清風荘さんにはお世話になります。日本猿を見に行くとき、この清風荘さんでは手助けをしてくれるサービスがあります。多分湯田中温泉の旅館他でもね、なんか似たような感じのことをやっていたようなんですけども、自動車に乗って日本猿の見えるすぐ近くのところまで送ってくれることになっているのです。帰りは自分で路線バスに乗って帰ってくるんだそうですけども、これは結構ありがたいですよ。バスの時間を気にしなくて済みますからね。あ、そう、渋温泉はあれでしたっけ、前回言われたんだ。渋温泉はもう通っただけですね。あ、前僕が来たの高校の時なんですけど、泊まったのは湯田中温泉のすぐ近くに渋温泉という温泉街があって、またさらに少し進んだところ神林温泉、そのさらに奥のところ、ここが地獄谷野猿公園の入り口です。自動車はここまでしか入ってくることができませんが、ここから先はさらに歩いて山の奥へ脇入り、日本猿を見に行くことになります。 1.6 キロ約25分と書いてあります。山道で急な傾斜はそれほどありませんが、本日のように雨が降っていたり雪が降っていたり雪が積もっていたりすると、ちょっとその道のりは大変になるかもしれません。しかしここに世界中から魅了された外国人が集まってくるそうです。ライブカメラで道の様子などが出ています。本日は夕方の4時ぐらいに閉まってしまうそうですね。だいたいね、これで夏と冬で営業時間がちょっと変わるらしいんですけども、他にもリスだの、日本カモシカ、天然記念物、そういったものまで出るそうです。この先進んでいくと入園料の800円がかかるとか、そういった案内があり、また猿は野生動物ですから見学をするにもルールが様々設けられています。事前にしっかりと確認した方がいいでしょう。特に自撮り棒を撮影してはいけないというのを、それをよく気をつけていく必要があるかと思います。最初はまだこんな風にコンクリが打ってあっていいんですが、階段を上りますとそこから先はもう普通の泥道です。例年であればここには雪がまだたっぷり積もっている時期だと思うんですが、近年稀に見る暖冬ということで全く雪は降っていませんでした。しかしこんなすごい、ちょっと踏み込めばね、ずざーっと下に落ちてしまうんじゃないかと、そんなところですから、なるべくこの際の方は進まずに、そしてまた足元もちょっとぬかるんでいますので、今回は長靴をお借りしました。清風荘さんで長靴をお借りすることができましたが、自分の靴で来たらちょっとこれは、これですからね、こういう場所結構ありましたんで、いや、きつかったと思いますよ。そしてこちら。普通に崩れてるんですね。これちょっとあれですよ。だから多分下の部分がぬかるんでいるようなところで、際の方をうっかり歩いたら、ズザーッとこうやっぱり崩れて落ちていくってことなんでしょうね。なるべく内側を歩くようにしましょう。さて、しばらく歩きまして、20分ほど経ちますと、このような川辺に出ました。奥のあたりにお湯が湧いているのが見えます。ここが地獄谷温泉です。あそこは確か旅館だったと思います。歩かないとここへはアクセスすることができないんですかね。あそこへ行ったことはないんですが、800円だか、もしくは安い値段だか、日帰り入浴ができるそうです。
前方に見えておりますのは支部の地獄谷噴泉と申しまして、要するに間欠泉です。すごい時には高さ20メートルほどまでお湯が上がることもあるんだそうです。多分そういうことだと思うんですが、煙の高さが20メートルってことなのかな。もうすでにこの背景のところ、石がゴロゴロしているところにも今猿が動いているのが、ちょっと今画面の上の方へ映っていたかどうかというところだったんですが、もうすでに猿が見えています。観光客はここでお湯が上がっているのも、おーすごい、これもなかなかすごい景色だなとは思うんですけども、ただそれを見つつもすぐ先にある猿の露天風呂の入り口の方へ足を早めてしまいますから、あんな素晴らしいものがあっても足を止める人の数はまばらです。着きました。ここが地獄谷野猿公園の入り口で、ここが料金所となっています。上に早速猿が一匹来ております。結構可愛いわけですけども、人形みたいですよね。ちゃんと本物の猿ですよ。野生の猿です。飼い慣らされているわけではないので勝手に触ったりしてはいけません。またここに猿が集まってくるようになったのは、もともとこの眼下にあった後楽館のお湯が良さそうで、小猿が興味本位で入ったところ、なかなか良さそうだと、今度は親の猿も入るようになりまして、そして今ではすぐ脇にまた別の露天風呂が設けられ、衛生の関係で猿の入るお湯と人間の入るお湯は分けられたということでした。実際眼下にもまた人間様用の温泉施設と思われますが、あそこ入浴する場所じゃないんでしょうけれども、猿が平然とその脇を歩いております。暑いんじゃないかと心配ですけどね、起こしたらお湯やけどするんじゃないですか。で、料金所を通り抜けて、じゃあ早速猿を見に行こうと思ったのですが、休憩所がありましたのでちょっとここで一休み。なかなかここまでの道中は疲れるものでした。平らな道なんですけどね、足元があんまり良くないですから。こんなゴミ箱までありまして、便利に使わせていただきましたよ。山奥でゴミを捨てていくってのは結構大変なことだと思うんですけどね。猿は外で餌をもらっていますが、一方でこのように自前のものを食べているものもおります。猿はそこら中にいます。もともとこの辺りに猿がたくさん住んでいましたが、山が昭和の時代に開発をされて、どんどん猿の住処が失われるということで、猿は山を降りるようになったそうです。山の下にあるリンゴの果樹園を食い荒らすようになって、もうそんな猿はじゃあ殺してしまえという話になったんですが、地元の人がいやいや猿に餌をやって山から降りていかないようにすりゃいいんだろうと、猿への餌やりを始めたのがこの地獄谷野猿公園の始まりなのだそうです。現在でも餌やりが普通に行われています。ここにいる猿はどうも西園寺キモチに似ているようですけども、メスの猿かなオスかな、ちょっと私の見ただけでは分かりませんが、かなり風格のある強そうな猿です。しばらく猿とツーショットでも撮ろうかなと思っていたら、猿もちょうど動き始めました。器用に歩きます。普通に垂直にあんなはしごのようにして降りちゃってね、私もあんなみたいなことができたらいいなと思いますが、ちょうど猿も私と同じ方向についてきて、まあ多分たまたまお互いの行き先が同じだっただけなんだと思いますけどね。ではこのような近い距離で猿と一緒に画面に収まることができました。まあ、ただ前にも言いましたけれど、自撮り棒などを使いますと猿をどうも刺激しがちだということで使用が許されていません。ちょっとだけ歩くと奥に早速名物の露天風呂がありました。ところが今猿はお湯に入っていないようです。私はこのことも一応織り込み済みで来ておりました。ここにライブカメラがあります。地獄谷野猿公園のライブカメラを検索すると、あそこに猿が入っているかどうかなど情報を確認することができます。事前にちょっとチェックしてみたんですが、ここ最近は冬でも暖かいということで、特に晴れている日などもう20度近くに気温が上がり、猿が全くお湯に入っていませんでした。だから昨日天気が良かったんですけども、私はあえて前日は晴天、そして本日は雨天という、まあ、天気の良い日と悪い日の組み合わせで選びました。昨日は素晴らしい天候を楽しみ、本日は悪天候の中露天風呂に入る猿を見ようと思ってきたわけです。これは成功でした。しばらくの間親子を抱き合っている猿やら、このように毛づくろいをしている親子とか、まあ、頑張って走っている小猿など、普通に野生の猿見物をすることになりましたが、しかし待っていればきっとそのうち冬に入る猿が現れるだろうと思っていました。耳がなんか取ったようですけども、その後それを口に入れてましたね。食べちゃうんだ。まあ食べられるものは食べた方がいいでしょう。お、この猿はこいつは意思を持って歩いてるから絶対風呂に入るぞと思って見ていましたけれども、入るに違いない。ついに入りました。大きなカメラなどを持った、もうこの頃ねコロナの話も日本でも多少出てましたから、そんな頃でも外国人が来ている、まあ、その海外から来た外国人などがみんな一様に雰囲気を変えて目の色を変えて、おー猿が風呂に入った、大急ぎでこの風呂の際へやってきます。ちなみに今回私が滞在している間に露天風呂に自ら入っていったのはこのニホンザルだけでした。
他の猿はね、みんな風呂の近くまでは行くんですけども、中に入るということはしませんでした。風呂に入る猿はメスの猿か、それから小さな子供だけだということで、オスの猿は自分の威厳がなくなるからか、それとも群れを管理しなければならないという立場から休憩をするわけにはいかないという理由からなのか、まあいろんな説があるようですけれども、なぜだかお湯に入ることはほとんどないのだそうです。ちなみに私、ちょうど、今から7年前ですかね、6年前かな、2013年に行きましたけど、あら、おしっこしてる。ちゃんと外にするんですね。2013年にここに母と一緒に歩いて猿を見に来たんですけども、その時はね、猿は大量に入ってたの、なんかすごい数入ってたような気がしますね。あの時はもう雪が降ってて、私たち2人も歩いてここまで来るのが大変だったほどでしたけれど、そういうきつい時になればなるほど、ここには気持ちよさそうに風呂に入る猿の数が見られるそうです。ちなみに、夏とかなんかそれぐらいの時でも一応なんか入るには入るらしいという話は聞きました。まあただ気温が高くなればなるほど入る猿の数が大幅に減っていくというのは間違いないことなようなので、なるべく冬の時期の天候の悪い時を選んでくるべきだとは思いますが、そして事前にライブカメラでここに猿が入りそうな状態であるかをチェックしてから来るべきだと思いますが、まあ、ある程度確認してくればいい結果が得られると思います。この猿もお湯に入るということはありませんでしたが、お湯を飲むんですね。飲泉という文化は日本にも普通にありますけども、この猿も足をちょっとだけ浸して、そしてこれを飲んで、まあ手軽ですからね、真水川に降りるよりはなんか楽だろうし、このお湯だって、まあ、猿にしてみりゃ美味しいのかもしれません。この猿はなかなかお湯の中で泳ぎ回りまして、私もね、一人で貸し切りになった時に風呂の中でこんなことしますけれど、泳いでるなと思ったらすぐにこのように上がってきました。上がると毛が濡れているようですが、かなり長居をしていましたので、まあきっとあのぐらいの大きさの猿であれば体はすっかり温まっているだろうと思います。そして見てみると、体をブルブルブルと震わせると、もう内側の毛はあまり濡れていないようですね。水を弾くような仕組みをしているんでしょう。だからあまり寒くないのかもしれません。猿は湯冷めをしないという話もどこかで聞きました。これは清風草さんからいただいたものですが、真冬になるとこのように大量に猿が入っているのを見られます。私も前に行った時こんな感じで、常時何らかの猿が入っていました。子猿と親猿と一緒に入浴して、ちょっと暑いというんで親だけ入浴していると、こんな光景も割と普通に見られます。滞在は30分ちょっとでしたかね。その間に1頭の猿を入るのを見たということでしたが、ここから30分ほど歩くと、ちょうど残念ながらバスが行ってしまいました。あら残念、間に合うかなと思ったんですけども、路線バスのバス停まではちょっと距離がありますんで、歩いていてもあらーこれはもうバスが行っちゃって、湯田中行きはもうあとは2時間待たなきゃいけないのかと思ったら、他にもバス停の時刻表が書いてあり、12時台はなんと4本も出ていました。12時23分に行ってしまったようなんですけども、その後12時30分発の湯田中駅の直行便もあるということです。まあ実は分かってたんですけどね、歩いている途中でそれに気づいたのでした。帰り道の方がちょっと時間がかかりましたね。今やってきたバスは長野駅に直行するもので、他にも野沢温泉の近く、飯山とかスキーで有名な白馬、そっちの方まで直行で行くバスなどもあって、ここは意外と交通の便がいいようです。要するに外国人がたくさんやってくるから、みんなこの長野に来たならば日本猿を見たいということで、いろんな方面からのバスが活発にやってくる理由がそれだけあるんでしょう。これからはまあコロナの関係だと思いますけれども、人は随分少なくなっており、この直行のバスにも私一人しか乗っておりませんでした。ご乗車ありがとうございます。このバスは湯田中駅です。ちなみに今回は、なんて言ってもなんか英語の名前の切符を買いまして、これスノーモンキーパスっていうんですけども、長野電鉄が売っているものですが、長野駅からここまでの電車、特急券、それから乗り換えのバスと入園料が全部セットになった割引切符が売られています。これを持っておけば、いちいち現金払って切符買うとかいうことしなくても済みますんで、お手軽ですよね。皆さんにはおすすめします。長野から電車利用の方へのおすすめです。もう一度戻ってきました、清風草さん。もうここに宿泊するわけではありませんが、荷物を預かっていただきました。またお借りした長靴も返す必要があります。長靴もすっかり汚れました。その後ですね、清風草さんにお願いして、ちょっと奥を見せていただきたいんですけども、これは湯田中温泉の見るべき観光地でもあると思いますが、しかし観光地ではなく実際には地元の方の集会場的な場所でもあるから、注意を払って失礼のないように拝見しなければいけません。ここは湯田中温泉の共同湯です。お湯がたくさん湧く湯田中には、町の、まあ、一つ一つの地区ごとにこのような共同湯があって、それが地域の一つの共同体、まあ昔の隣組みたいなね、そんな役割も果たしているんだそうです。
確かに組長とか温泉委員長とか書いてあってね、本当にこれがもう町の一つの集落の単位として、集落というとちょっと僻地すぎる言い方ですけども、町の一地区の単位の拠点として機能しているんだそうです。上からは湯気を逃がす湯屋建築。この温泉の歴史は古く遡れば縄文時代ぐらいからあるそうですよ。新湯田中組員特別入浴許可者と書いてあり、ここは普通の人が利用することはできません。ただ先ほどの清風荘さんに宿泊した方はこの新湯田中温泉の、この新湯田中組の管理する共同湯を利用することができるようになっているそうです。その後清風荘のご主人さんに送っていただきまして、スーツさんまたよろしくお願いします、また他のところも紹介しますんで、そんな話もねしていただきました。本当に気前よくサービスしていただきました。ありがとうございます。その後は長野行きの特急列車湯煙号に乗ります。この列車はもともと東京と箱根の間を走っていた小田急電鉄のロマンスカーの花形車両でした。鉄道マニアからも大変人気があり、鉄道研究会とか多分大学生だと思うんですけどね、そういう人たちがゾロゾロ降りてきて、この列車に向けてカメラを向けていました。また一方でこの列車にもどこか別の団体だと思いますが、また鉄道研究会のような人がゾロゾロ乗り込んできて、大量の鉄道マニアを輸送していたようです。大学生の鉄道研究会の旅の行き先としては、多分この長野電鉄あたりはすごく魅力があって、また距離もちょうどいいということで人気があるんでしょうね。お客さんはほとんど乗っていませんでした。やはりコロナウイルスの関係だと思います。冬の時期はもっともっと前に来た時はたくさんお客さんが乗ってましたからね。車内はこのようなハイレッカー構造になっていて、通常の電車よりも目線が高くなっています。そして後ろの展望席から景色が流れ去るのを見ることもできます。もちろん一番前にも展望席はあります。そこにはマニアの方がいっぱい置いてでした。こんな感じ、小田急時代とほとんど変わっていないようです。小田急電鉄の時に私は乗ったことがなかったんですけど、憧れの花形車両が小田急を離れ、その後長野電鉄で活躍しているのは大変ありがたいことです。鉄道マニアだけではなく一般の人からもすごく人気の高いこの車両は、デビューをした時もうなんか駅に行列ができるほどお客さんがたくさんやってきたのだそうで、長野電鉄の看板として活躍しています。長野電鉄は本当上手だと思いますね。この車両を珍しいものを JR とかからもらってきて、色も派手ですしね、人気もあるし、成田エクスプレスとロマンスカーですから、どちらも観光客の人からしたら、おお、これがここ走ってるなんてとびっくりするような車両なんじゃないでしょうか。結構私の知り合いでもね、成田エクスプレスがまだ長野で走っていますよとかいう話すると、鉄道マニアじゃなくても上に乗ってみたいなんて話いろいろ聞きますんでね。ロマンスカーも全く同じです。小田急電鉄の近頃のロマンスカーの中では一番人気があった車両がここでまだ生き残っています。さて、降りました。ここは小布施駅というところです。小布施は昔の街並みが綺麗で有名なところです。ただ今日はちょっと疲れてしまいました。山の中をなんだかんだ 4,5 キロぐらい歩きましたかね、4キロぐらいかな。だからもうちょっと甘いものを食べるだけにしたいと思いますけれど、簡単なおやつを食べるだけでもこの小布施へ来る価値はあります。どら焼きはどら焼き山、あのどら焼き山も美味しいんですが、この小布施駅のすぐ脇に喫茶店がありまして、あとはお菓子などもここで売っているんですけれども、非常に美味しい長野県のもう宝のようなお菓子、甘い食べ物を皆さんに紹介します。このクリアンシルコというやつです。7年前にここへ来て、私の母が小布施に来たいっていうのに来たんですけども、そこでですね、このようなクリアンシルコを買いました。ちなみにスノーモンキーパスですが、途中駅で途中下車もできることになっていまして、このように英語しか書いてない外国人向けの切符なんですけども、日本人もかなり便利に使うことができます。まあ、これがあるから小布施駅で途中下車してもお金は高くなりません。おしるこは車内で食べることにします。この辺であればお客さんがまだそんなにたくさん乗っていないから大丈夫だと思います。こちらは今度東急電鉄からもらってきた8500系という電車です。反対側には JR 東日本からもらってきた253系成田エクスプレスの車両。さて、そしてこちらが栗のおしるこです。これね、本当に美味しいんですよ。普通はなんか栗ぜんざいみたいなね、小豆の中に栗が浮かんでるってのはありますけども、これ 100% 栗なんじゃないですかね。栗だけで作ったこういうやつで、飲んでるとあっという間になくなります。甘いんだけど甘すぎなくて飽きなくて、あっという間になくなってしまって、2つ買っといた方が良かったんじゃないかと思うぐらいです。関東でもどっか食べることができるような場所、東京大阪とかねあるかもしれないですけども、まあ私は見たことがないし、小布施行ってあれを食べる、それもそれだけで一つの旅の目的になるでしょうね。小布施という町は町自体も大変美しいので、また訪れることがあればぜひ視聴者の皆さんに紹介したいところです。この日はちょっとだんだん寒くなってきたりしてね、まあいっかと思って東京へ帰ってしまったのでした。もうこれからはあと帰り道なんですが、沿線に見えております、これはつい最近長野電鉄にやってきた新型車両といいますか、営団車両の営団地下鉄の旧型車両、
日比谷線で活躍していた電車です。中古電車をもらってくることによって経費を少なくしています。今渡ったのは信濃川ですかね。長野県内では千曲川と呼びます。多分そうだと思うんですけど、小布施では他にもこんなやつを買ってきました。栗がたっぷり入ったお菓子。小布施の名物は栗なのです。栗とそれから昔の町並みと、まあ、あとは栗懐石料理みたいなのを食べれば小布施観光はバッチリでしょう。電車の中では暇なので泊まった湯田中温泉清風荘さんの、これなんていうの、楽天の口コミを見てみることにしました。一応ね、全部ちゃんとこのように見たわけですけども、全然桜とかではないと思うんですが、評価のいいところでね、こういうところにしてはもうこういうやつで Google とか楽天で4を超える評価っていうのはなかなか高いんじゃないですか。リンゴ風呂目的で宿泊しましたが、湯船に浮かぶリンゴの少なさにがっかり。まあ、今年災害がありましたのでね、リンゴの数が減ってしまっているのは今年は仕方のないことです。長野電鉄線はだんだん地下に潜るようになります。長野市内はもう完全に地下を走るんですが、その地下に善光寺下という駅があります。東京へ帰る前に長野のシンボル善光寺に寄って帰ろうと思いますが、まあ、善光寺に行くんであればこの駅で降りて10分ぐらい歩いていくのが一番近いんですけれども、私は長野駅まで来てしまいました。長野駅の方が善光寺ははるかに遠いんですが、ここからだと歩いて25分ぐらい善光寺までかかると思うんですけども、この善光寺口からは150円で善光寺まで行けるバスが出ておりまして、まあ雨の日だったらもう長野駅まで直接来てしまった方が楽なんですよね。晴れてればね、善光寺下駅から歩いていくのが一番効率がいいと思うんですが、上り坂で結構骨が折れます。善光寺までのバスはかなり高頻度で、確か15分とか20分に1本ぐらいは出ていたかと思いますから、かなり楽です。善光寺に行きますと書いてあって、善光寺は長野県で最も知名度のあり、また長野県の北部では大変信仰されているお寺です。何かあればやはり地元の人たちは善光寺でお参りするのだそうです。というわけで善光寺は県外の人からもたくさん訪れられますが、長野県民も大量に訪れる観光地というよりも人々の心の拠り所となっているようなところなのであります。で、このバスでどこで降りればいいのかですね、実はよく分かっておりませんで、善光寺大門と書いてあるバス停があり、そこで降りるべきだったんですけども、この大門ってまだちょっと遠いんじゃないかなと思ったらバスが曲がってしまい、あさっての方向に行ってしまう。意外とあさっての方向ではなかったんですが、降りるはずだったバス停から大幅に外れた善光寺西というところにたどり着きました。150円だった運賃は一つ先になりましたから180円になりました。ところがあのバスはどうも善光寺の周りをぐるぐる回るバスだったようで、善光寺と書いてあるところであればそんなに手間なく善光寺の観光ができそうです。本当はこの信号のところ善光寺と書いてあるここにある善光寺大門のバス停で降りるはずが、うねうね曲がってこの善光寺の西側についてしまったのでした。でも善光寺の本堂にはこちらからの方が圧倒的に近いですからね、表参道を経由して入るということはできませんが、ここから行く方が距離的には便利じゃないですか。こんな勝手口があるんですね。それはまああると思いますけど、見るとこんな風に大きな柱が立っています。私はあんまりね、善光寺についてこの時詳しくはなかったんですが、この柱は何だろうと思って調べました。7年に一度、実質6年に一度、善光寺では御開帳というイベントをやっています。御開帳というのはまあ普通は人に見せないようなお寺の宝物を見せてあげるというイベントでして、私はてっきり普段人には決して見せることのない善光寺のご本尊をみんなに見せるイベントなのだと思っていましたが、善光寺の場合ご本尊はもうすごい昔からお寺の人でも全く見ることができない絶対秘仏ということで、見る機会は全く用意されていないそうです。じゃあ御開帳とは何なのかというと、善光寺の場合はご本尊につけた糸と、それから本堂の前にこのような大きな柱を立てまして、それと結ぶことになっているんだそうです。で、結んでいるその柱にこのように触れるとご利益がいっぱいもらえるとのことですが、善光寺ではあの柱に触れられるイベントを御開帳としているんだそうです。全国から観光客が集まります。このような大門、本当は門をここをくぐって入ってくるのが正式な参拝だと思いますが、私はその脇から入ってしまいました。そしてこれから先、善光寺の本堂の中を見学することになりますが、中は撮影することができません。ちなみに今まで善光寺に来た時、いつもお金がなかったので、善光寺に対してお金を払う中の見学をしたことはなかったんですが、ここにはかなり面白いイベントがありました。イベントというと違うと思いますが、体内巡りというもので、確か300円だったと思います。見学をして、中の仏様とか、ここの裏に見ることのできない秘仏がありますか、そういった場所があるんですが、その後、本当に真っ暗なところを通るという体験ができるのです。
でこれは多分なんか修行とかそういう意味があるのかな、その時説明聞いたんですけどちょっと忘れてしまったんですが、もうお寺のですね真っ暗なところ前後にいる他の観光客の方とぶつかったりお互いの手を触っちゃったりしながら、あすいません手触っちゃって、あいえいえごめんなさいこちらこそ、いや暗いですね、うわ暗、うわなんかここ濡れてるとかね、そんなことを言いながら本当の真っ暗闇の中を壁を手探りで進んでいくという不思議な体験ができます。もう真っ暗で真っ暗でね、本当に自分が今ちゃんとしたところにいるのかとかだんだん怖くなってきて、あこれが真っ暗闇の恐怖感かと今までにない体験をすることができたのでした。本当に面白いところでした。私も今まで善光寺には何度も来ましたが、もうこの本堂の前でもう回り道していつも帰っていましたので、ぜひ視聴者の皆さんには中まで入ってお金を払って、中の真っ暗闇を体験して出てきてもらいたいと思います。この善光寺は一生に一度は参れ善光寺とかそんな風にも言われておりまして、昔から大変信仰の厚かったところ、お江戸からも善光寺を目当てに参拝をする人が多かったそうです。その善光寺を過ぎ去り、ここが表参道、行きには通ることがありませんでした。もう夕方の4時近くになっていますので、いろんなお店が閉まり始めていましたが、それでもやっているお店もまだそれなりにあります。お蕎麦屋さんがありました。やはり最後はお蕎麦で締めたいところです。ここは特に長野県らしいお蕎麦屋さんでした。盛り蕎麦セット、かけ蕎麦セット1000円と書いてあって美味しそうですね。見るとソースカツ丼、長野県南部駒ヶ根の名産だそうですが、それと盛りそばのセットが1000円で、盛りそば単体では650円、観光地にしてはすごい安いですよね。というわけで文句なくここに来ました。もうすでに確かとんかつは食べてしまったのかなと思いますけども、1枚食べてしまったんでちょっと減っておりますが、こんな漬物とそれからカツと、これ1枚で全部だったかな、1枚だわ、これで全部だ、まだ手つけてないですね。それからおそばスルリといただきまして、全部美味しかったです。わさびも美味しそうなものを中に入れて確か食べたような気がする。ちょっとあんまりここでのことはね覚えていなくて、結構疲れ気味でもあったんですが、疲れていても楽しい体験をたくさんすることができました。長野は本当にね海の観光地が全くないんですけども、しかし本当に面白いものが目白押しなんでいいですよ。東京からどっか一泊二日で密度の濃い観光がしたいと思ったら、視聴者の皆さんぜひ長野へおいでください。まあ私別に長野県民じゃないから長野へ行かれてください。まあ他にも東京から一泊二日で行けるような素晴らしい観光地はたくさんありますんで、皆さんにも今後も引き続き紹介していきたいところです。そばを食べ終わって外へ出るとお地蔵さんみたいなものが置いてありましたけども、なんか目がなんだこれだと不安になるような感じのものでした。最近作ってたと思うんですけどね、もうちょっと顔なんでこんな顔にしたんでしょう。もう一度バスに乗りまして150円、すぐに着きました。長野駅のこっちが西口ですかね、善光寺口です。乗車券はもうすでに買ってあります。松本駅であらかじめ買っておいたのでした。5170円、これにプラスして新幹線の切符を買い、今から改札を通ります。ここにもまたさっき小布施駅で見ましたよね、どら焼き山の広告が出ていますが、結構マーケティングに力を入れているようです。実際美味しいですからね。シナの木と書いてあるこのお土産屋さんで買うことができました。長野駅ぐらいのところであれば売っているはずです。どら焼き山本当に美味しいですよ。この間あやとサロンさんとね一緒に車乗った時、私がご馳走したんですけども、帰りの新幹線は東京行きの輝き号です。もうあとはこれに乗って1本で帰ります。すいません間違えました、白鷹号です。あと30分ぐらい待つと所要時間が25分ほど短縮できる輝き号が来るんですが、ただあまりそれに乗る意味はないですよね。それよりももうすぐにさっと乗ってゆっくり帰ってしまった方が、わざわざやることのない駅で待っているよりも効率的かなと思いました。コロナウイルスの影響が出ているとは言っても意外とお客さんが乗っているなという印象です。少しでも空いている席の方がいいかなと思いまして座席指定にしました。指定席は実際かなり空いていました。駅のホームで流れている音楽は信濃の国、長野県の歌です。今回視聴者の皆様にも1回か2回ぐらい紹介したんじゃないかと思いますが、ちょっと前にこの長野駅で長野のシンボルであるこの曲を流すようになりました。長野駅を出発し、しばらくの間は平野部を行きます。この電車は白鷹号東京行きです。次は上田に停まります。車内は電気、
松本稲作善光寺四つの平は肥沃の地海こそなけれ物騒にと、あの長野県のさっきの、長野県か信濃の国では歌われてるんですけども、長野県には4つの豊作の、水にも恵まれた平野がありまして、松本の周辺とそれから長野周辺善光寺平、それから途中佐久平もこの新幹線で通ります。さらに南部には伊那と呼ばれる地区がありますが、そこへはちょっと簡単には1泊2日で県を全部見て回るというほど長野県は小さくはないので、ちょっと伊那の方までは回ることは今回は控えておきました。新幹線の中ではその日の疲れはもうほとんど溜め込んでおりましたので眠ることになりまして、ぐっすり眠り上野駅へ到着。時刻は確か7時半ぐらいだったかと思いますけどね。結構長野というのは近いところです。新幹線に乗れば2時間ほどで到着できてしまいます。海の景色を見ることはありませんが、天気が良ければ素晴らしい山々の景色を望め、また天気が悪ければ温泉で暖を取る猿の景色を見ることができます。美味しい食べ物とゆっくりした時間の流れる温泉を楽しみ、大変質の高い1泊2日の長野の旅行を皆さんにご覧に入れることができたと思います。それではご視聴ありがとうございました。